ストレイキッズ、アメリカン、ミュージック、アワードに初参加。圧倒的なパフォーマンスを披露ストレイキッズがアメリカの三大音楽受賞式の一つである、アメリカン、ミュージック、アワード、アメリカンミュージック、アワード、AMAs で圧倒的なライブパフォーマンスを披露した。10月6日、現地時間、米カリフォルニア州ロサンゼルスで、アメリカンミュージック、アワード、50th a n n i v e ースペシャルが開かれた。ストレイキッズは同日、公式パフォーマーとして招待され、ライブステージを披露した。 彼らは、ボーイバンドのレガシーを称える特別なパフォーマンスを予告し、本受賞式の前から話題になった。観客が看護する中、ステージに上がった彼らは、伝説グループと呼ばれている NSYNC のヒット曲、バイバイバイに合わせ、圧倒的なパフォーマンスを繰り広げた。特に、ロープにぶら下がって踊るような印象的なパフォーマンスで、会場を華やかに彩った。 それから続いたステージは、彼らが7月19日に発売した新しいミニアルバム、8のタイトル曲、CHKCHKBOOM だった。メンバーたちは、韓国語のボーカルとラップが含まれた CHKCHKBOOM を熱唱し、K-POP ボーイズグループとして他の追従を許さないライブの実力を見せつけた。ステージを終えた彼らは、公式アカウントを通じて集合ショットを公開するとともに、伝説のボーイズグループ NSYNC のバイバイトバイ。 CHKCHK ブームをかっこよく披露した AMAs のステージ。たくさんの応援と愛をありがとうございます。ステイファンの名称、とコメントした。K-POP 歌手が AMAs にパフォーマーとして出演したのは BTS、防弾少年団、続いて2組目となる。これに先立ち、BTS は2017年に韓国の歌手として初めて AMAs でステージを披露した。今年の AMAs にはストレイキッズだけでなく、マライア、キャリー、 グリーン、デイをはじめ、ブラッド、ペイズリー、チャカ、カーン、シーラ、イー、グラディス、ナイト、ケイン、ブラウン、レイ、ジェニファー、ハドソン、ネリー、ナイル、ロジャース、チックなど世界的なアーティストたちが出演した。この他にもキャリー、アンダーウッド、ジミー、キンメル、ジェニファー、ロペス、グロリア、エステファン、アレクサンダー、ジェームズ、マクリーン、セドリック、ジ、エンターテイナー、ケイト、ハドソン、ランス、バス、リーバ、マッキンタイヤ、サミュエル、エル、ジャクソン、スモーキー、 ロビンソンらも出席した。ストレイキッズは最近、アメリカの音楽市場で圧倒的な成果を収め、ホットなボーイズグループとして地位を固めた。今回の AMAs 出演に先立ち、昨年2023ビルボードミュージックアワードでトップ K-POP アルバム部門 2023MTV ビデオミュージックアワードでベスト K-POP 部門を受賞した。現時点で2024年、アメリカで最も売り上げた K-POP アルバムという記録の保持者でもある。 7月に発売された8は、テイラ、ースウィフトのザ・トーチャード・ポエッツ・デパートメント、トラビス、スコットのデイズビフォーロデオビリー、アイリッシュのヒットミーハードソフトに続き、世界で4位の売り上げを誇った。8は8月3日付でベイビルボードメインアルバムチャート、ビルボード200、1位にランクインした。ストレイキッズは同ランキングに初めてランクインした後、5連続ランクインとともに1位獲得に成功した世界初のグループとなった。この他にも、 彼らはアメリカをはじめ、フランスレコード協会、スネップアルバムランキング、ベルギーウルトラトップアルバムトップ200など、グローバルランキングで1位を総なめにした。最近、ビルボードと国際レコード産業協会、イフパイのギリシャアルバムランキングでランクインと同時に1位を獲得して以来、7週連続で1位をキープし、K-POP およびアジアのアーティストとして唯一の記録を打ち立てた。